はい、8番です。聞こえてますかね。はい、じゃあ今日はニラ玉さんにね、ルール説明お願いします。はい、俺か。はい、この部屋、この部屋は、何だったっけ、神有部屋ですが噛まないでください。初日、占い師さんは初日ね、初週、口頭2週目、チャットにてお願い。はい、ごめんなさいね。占い師は初週口頭2週目、チャットお願いします。オッケー、もういいじゃん、一人しか変わってないんだから。ハンター発行時、占い結果貼り付けないでください。貼り付けたらどうこうではなくね、貼り付けないでください。普通に発言が始まってから、はい、どうぞで貼り付けてくださいね。喋り出してから貼り付けるようにしてください。あとは誹謗中傷暴言ね、チャット考察、そこら辺はなしでお願いします。雑談は自分的にはありかなっていうふうに思ってます。寝られる、この時間帯寝られるのが一番腹立つんでね。だから寝ないような環境を作りましていきたいなっていうふうに。オッケー、もういいから、早く行こうぜ。はい。で、まあ、初週に関して追加、別に、俺はありだと思ってます。別に、ね、聞いたよ、さっき。さっきからと、メンツ一人しか変わってないんだからさ。何しようが何しようが、ね。お前、それ全部ジックってやつに言ってんだろ。られたんだったらどんまいそこいらなくねえもん。全然別に初日から、ね、直接言えよ、もう。追加は全然いいかなっていうふうに思ってますが、まあ、そこら辺はキューバーさんが決めてくれるでしょう。はい。あとは何だろう。あと何もないや。もういいや、いいや。あと何もないです。人間変わってねえんだから。そうやっては、はい、はい、はい、ありがとうございます。ということでね、質問ないですか、皆さん。ないよ。ないですね。落ちる方、電話が来る方、彼氏さん、彼女から電話が来る方、奥さん、旦那さんから電話が来る方、今すぐお手伝いお願いします。タバコ切れて、タバコ吸いたいですが、我慢するんで大丈夫です。4番でした。ってことでね、タバコ吸いながらもね、人の撮影できるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。早くしろ。ということでね、じゃあ楽しくね、私もタバコ吸いながら、ね、お前が喋るからつまんないんだよ。じゃあ皆さんね、楽しくできねえんだよ。お前が喋ってからつまんねえんだぞ。楽しくじゃねえよ。だったらお前早くスタートボタン押せ。よし、オッケーオッケー。まもなくゲームスタートです。また平凡な村人になっちゃった。まだ村人だよ、僕。夜が来ました。目を閉じてください。また可愛い香取さん、村人だよ。何が可愛い香取だよ。なんだよ、可愛い香取ってよ。ティン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 。いやー、こういう馴れ合いなんだよな。こいつらももうずっとやったりして顔なじみだったりすんのかな。もう何がタバコが切れてるんだよ。タバコしながら人狼殺なんてやってよ、不健康の極みだよな、そんなの。これだってお前らタバコ吸って、まあタバコ吸ってるような声してるけどさ、まあまだこれだったら600試合だけど、だって僕これだけやって、もう僕のじゃあ情報見せるけど、もうこれだけやっててももう飽きてんだからさ、このクソ世界に。どんだけ使ってんだお前ら。昨夜は誰も死にませんでした。6番のプレイヤーは発言してください。はい、自分村人陣営です。まあ初日の進行論なんですけど、まあ、基本的にいつも僕は言ってるんですけど、自己紹介をしてくださいってことを言ってます。基本的に自分がどういう考察をするか、どういう考察傾向にあるかっていうことを言ってほしいです。どういう人を黒く見るか、どういう人を白く見るか、そういうね傾向を言ってもらえれば、その人が2週目で発言した時に全く違うような考察、それの逆説みたいなことを言っている場合は、基本的にその人はその人に利があるような発言をしてるってことになっていくと思うからね。だから、そういうブーメランとかそういうのが発覚すると思ってる。で、僕の、基本的に僕の考えというか僕の自己紹介的な話を言うと、基本的に、
裏考察みたいなことはしない。基本的にじゃねえよ。役職の人がわざと黒くなってるとか、特殊なムーブをしてるとか、そういうふうには思わない。基本的に、裏を書かない考察をしていく。うん。っていう感じかな。うん。だから、まあ、2週目からはしっかり白黒も上げていこうとは思ってます。うん。で、次の人は前の人の発言の精査をしっかりとするね。うん。だから、どん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 後ろに行く人ほど精査する内容は濃くなっていくはずなので、よろしくお願いしますって感じです。7番のプレイヤーは発言してください。7番6番さんあるなって6番さん白と出てます。そうですね。進行論に関して、最初大事だからさ、まあ、僕、真なんで、あれなんですけど、セミオープンがいいかなと思っているセミオープンね。で、僕の新決め打っていただけるなら、その、相手出てきた相手人外なんで、僕目線。その人釣ってもらいたいっていう気持ちがあるんで、もし僕を信じられないなら、ハンターさんは潜伏でいいと思っています。はい。絶対黒を見つけたいと思ってるんで、裏の人には白くなってほしいと思っているんで、よろしくお願いします。ぐらいかな、言えること。はい。しっかり黒を見つけていきたいと思うんで、よろしくお願いします。以上です。こういう感じ。8番。人狼が2。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私が真の占い師です。右隣の7番さん占って7番さんが白と出てます。ということで、7番さんは狂人確定です。で、6番さんに白ということなんですが、普通に、色が見えてなくて、白っぽいところに白出したんじゃないかなって、僕結構印象良かったんで、ただ白黒はっきりとつけれるような、一番手だからね、白黒はっきりとは言えないけど、とても印象が良かったので、そこに白出したんだなって僕は普通に思ってます。で、僕も、そうだな、6番さんの意見、結構ね、自分の思考開示をしているっていう点では良かったなと思ってます。で、私の進行的には、役の人は役割で出てほしいかな。役名は、3人出た時に役名を明かしてほしいかなと思ってます。っていうのは、そこに、3人いるってことは人外が混じってるからね。その時に役目を明かしてほしい。それまではもう役割だけでいいから出てほしいかなと思ってる。そこをさえ、何つらなければいいんだから。うん。って感じかな。で、7番さん、これ、狂人。僕目線ははっきり分かってるけど、皆さん目線分かってないと思うので、ちょっと難しいですね。右隣占った理由っていうのはやっぱりもう言わなくても分かると思うけど、黒が出た時占い師ね、逃げられないようにするためなんだけど、強靭で出たかっていう感じなんですよね。なのでみんなの話、聞いていきますが、9番さんから5番さんまでの間、6番さんは今のところ黒要素を拾えてないので、今のところ通位置から外せ、今のところ外そうかなと思ってる。よく話聞いて釣り地決めたいと思ってます。役の人は本当に出てほしいなと思ってますよ。セミでいい、もう役名とかいらない、そこさえ占わなければいいんだから。以上。9番のプレイヤーは発言してください。早いね、盤面動きましたね。もう2しようか。7番さんが6番さんにしろ、8番さんが7番さんにしろか。うん、まあ、正直言ってね、お二人方のね、なんかなんだろう、偽要素じゃないけれども特には拾えなかったかな。7番さん、8番さん、フラット。まあ、フラットってこの盤面に行っちゃうと、あれなんだけど、分かってないかな。まあ、8番さん見せたら7番さん、狂人って分かってるんだから、二郎、グレーにいるってことだよね。ちゃんとね、2周目でしっかりね、発言伸ばすじゃないけれども、私含め、1、2、3、4、5のね、発言聞いてしっかりね、黒いところ、白いところ、言ってほしいかな。7番狂人って分かってるんだから、8番さん目線っていうのは。で、6番さんに関しては7番さんの白先だけれども、6番さんのね、発言もしっかり聞いてほしいかな。で、7番さんに関しては6番さん白で、8番さんがどういう風に出てきてるか分かんない。進化ローかね。あ、進化じゃない。強化ローか。分かってない。発言伸ばすことがない。1番。はい。のプレイヤーは発言してください。今まで聞いてきて、7番さんと8番さんが占い師でカミングアウトということで、まあ、どっちかっていうと僕は8番さんの方が少しだけ真の要素が強いかなと思って、7番さん占って、なので強人確定っていうことをしたじゃん。うん。本当に人狼とか狂人だったらそれをする必要があったのかなっていうこともあるし、わざわざ狭める必要も、狭めてるわけだからね。あと最初の6番さんの発言の印象は、ちゃんとしてるなと。自分がどういう思考回路を持ってやってるのかとかをしっかりと意見してたからね。僕の思考回路というか発言の
あれは、自分の中で細かい可能性とかを考えて考慮するのはいいけど、それをあえて言う必要ないときは言わなくていいかなと。シンプルに考えて、自分が一番思ってることを大きく時間を使って伝えた方がいいんじゃないかなって。意味もないことをね、延長してまでダラダラ喋ってると、そのどこにね、重点を置いてるのかもこちらとしても分からなくなるし、大事なことを長く言ってほしいね。そういう考え方だね。2番のプレイヤーは発言してください。めちゃくちゃちゃんとしてる。はい、村人陣営でした。まあ1番さんが言うのは量より質っていう話だね。はい、1番さんと9番さん全然よくわかんないね。8番さんってさ、7番さんが今日って言ってんだったら役さ三四郎になるはずないよね。で、役が三四郎になった時に役を提示してくださいって言ったけど、どうなんでしょうか。占い師がどういうふうなね、あの何種類になるのか分かんない場面で、ね、役が3種類になることってほぼほぼないんじゃないかなって。8番さんが7番さんを強靭で置いてるんだったら、ね、ブーってやつがさ常にイライラしてるタイプのやつなんだよね。発言からしても8番さんが、ね、上から来てさ、てこいつどうしようもねえからこいつ潰したいよね。強靭が白いところに白を打つはずないと思うんだよね。釣られそうになってるところにさ白を打つと思うんだよ、ご主人かなって思って。うん、なんだろうね、そこはすげえ違和感でもって。そこに関して9番さんも1番さんも触れるところがない。俺触れるとこあったと思うよ別に。まあ盤面が固まって2周目にねそれを発言する予定でしたとかって言うんだったら全然わかるんだけどさ、もしそうではなくてね普通に7、8をそういう風な感じで見ているんだったらちょっとどうなのかなって思ったかな。全然なんだろう、村人だったとしてもね、仮にだったとしてもなんだろう、ガバガバだし狼を探す気が全然ないなっていうふうに思ったかな。うん、このままね出ないんであれば全然9-1どっちか釣るっていうふうな形でもいいかなっていうふうに思ってるよ。西洋であれば。何言ってんだお前は。8番さんは共鳴の方が高いんじゃないのかな。占い師目線の話をもうちょっと2周目ねもしできるんであれば、占い師の目線を持ってできるんであればそれやってほしいなと思ってる。現状7番さんと8番さんでは7の方が圧倒的に真だと思ってる。うん。なんかお前スマホゲーやってんじゃないの。ピロンピロン鳴らしてよ。3番のプレイヤーは発言してください。7番さんは心理高いナンバーさんですね。占い師されたら私1番さんと同じで8番さんの方が心理高いなと思ったんですけど、お前今日はいいな。1、2、1その1で待ってみるか。1、2はその1で7、8の審議をすっごいしっかりとつけていたのですごい印象良かったんですよ。あ、いいじゃんお前。意見は違うんだけど、8番さんがローだった場合って、あ、じゃあ8番さんが人外だった場合って7番さんが、占い師をしてるんだから黒打てばいいんじゃないって思ったんですよね。違うのかなって思ったから、8番さん普通に素直に白って言って7番さん強靭なところが新要素かなって私は思ったんですけど、でも2番さんはしっかりと8番さんの発言から変なところを拾っていて、7番さんの方が新芽っていう風にしっかりと精査をしていたので、意見は違うけど、1に白いなと思っています。9番さんに関しては7、8がフラットって言っただけで、7、8の印象とか発言から拾った新要素とか、盤面的な新要素とか、どっちが偽っぽいかとかっていう発言もなく、9は何も言ってないんだよ、ね、なんか。で、自分がなんかこう、比べたら一番この9番さんが狼探しよくはないのかなっていう印象です。自分がこの人道の中をムードメーカーみたいなふうに思ってるけど、お前がいるからムード悪いんだ。しっかりバチバチ言ってくれていたので印象は良かったですけど、狼でも言えるのかなっていうふうには思っています。ただ6番さんもし狼だった場合、7番さんは色が見えてない強靭で、8番さん芯もあるし、7ロー絶対ないか。4号の出方次第でまた変わりますよね、考察って。まあそりゃそうだよ。1に白目に置いてます。そりゃそうだ。ところは、はい、オッケーって感じですかね。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、占い師です。おっと、右隣3番さん白ね。3番さん白、みんな右隣人外です。さあ、とりあえず2番さんの考察聞いてて、あ、まあいいや、とりあえずね7、8に触れとくわ。はい、俺ね最初7番さんがセミオープンとかいう発言した時に、あ、これローやわと思って妨害マークつけたんよね。んで8が出てきたやろ。で8が7しろって言ってるやろ。8も言ってるんよ。わからんくなったわ、どっちが
ローでどっちが強なんか。マジで分からへん。7番さんが仮に強人やった場合ってさ、そんなセミオープンしてくださいなんか言うかな。 2CO で終わるのか 3CO になるのか分からんのに、7番さんはその位置で。だから俺王冠マークつけたんや。役職をアピールするんじゃない。ほんじゃ8が出てきたやろ。8も同様に言ってるやろ。マジで分からんねんけど、これワンチャンアップで囲えてんじゃん。ハンターと狩人がいるからね。そうすることで、その、ああ、でも8が今日、あー分からんなー、マジで。いやー違うかー、マジで難しいな。どっちなんやろ。とりあえず7、8どっちでもいいんで。で2番差の考察は、うん、俺目線ではね、7芯で圧倒的芯っていうのは間違ってるけど、それ以外は売れ方は、うん、村目線かなと思ったけど、俺正直3番さんしか頼れる人がおらん。でも狩人出てきてね、はい、狩人だけでも出てきてほしいです、正直、うん、はい、7、8どっちでもいいの、もう俺は釣らんといて、マジで俺シーンやから、はい、7、8どっちでもいいんで。5番のプレイヤーは発言してください。狩人出てもいいんだよね、実は。1番とりあえずグレーで白いのは2かな。8番抜いてることが確かにおかしい。8番目線で7が強靭なんであれば、 3CO で初日から上、まあ、多分対抗で出てくるのは誰かじゃ中。カイルドの対抗に狼が上がってくると、まあほぼほぼないと思う。わざわざローラー位置に入ってくるから、それって何の意味もないから、8番に言ってることが多分一番おかしい。4はおそらく進路位置かなと思うけど、でも4番目線で言って8、6ローローなのであれば、あ、それは確かに俺も分からない。8、8目線で6が相方で7が6を囲えてるのであれば、8が7に芯を白打った時点で、8芯になった時点で4潰せるから、 3CO になるのが見えるやん、8番からしたら。だからその目線も間違ってないと思うけど、2番さんが1番さん白くな、8番さんに対してのツッコミなんで9、1番さんせえへんだけど、ただ7番さんも7番さんでツッコむところがあって、自分を死んで見れるのであれば、セミオープンしてもらってって言った後に、でその後対抗で出てきた占い師を釣ってくださいって、死んで見れるのであれば、あなたを他のグレー詰めてから8番釣ったら、8番って、まあ、あなたの出てきた後の対抗釣ったら、そしたらグレー狭まって占い師狭まんのになると思ったんですけど、ね、ここむずいな。4番さん1、あの7、8番さん1、お前何あくびしてんだよ。どっちが強っぽくて、どっちがローっぽくて、どっちから釣りたいのか教えてもらっていいですか。どっちから釣りたいって多分大事やと思うの、占い師からしても。どっちからでもいいっていうのはないと思ってる。9番さんも、まあ9番さん1番さんに関して、3番さんもが3勝になった状況で、まあ、6番さんもこの状況で誰がどう見えてるのかちょっと教えてほしい。現状今のところ4番が新臭いかなって言ってるけど、7、8番さんに対して突っ込むところがあったから。6番のプレイヤーは発言してください。まずもう出とくは俺カリウドね、カリウド、うん、だからまず7、6ローローはないよ。4番さんが7、6ローローとか8、6ローローとか俺をローで応答してるのは若干違和感感じたけどね、カリウドな、うん、だから5番さん、4番さんにそういう発言を聞いてその目線もあるかなって言ってたけど、その目線はないのでミスリードを流してるような感じもしたけどね、正直4番さんの発言に関しては。うん、で3番さん言ってたけど、狼でも言える進行論だよねって言ってたんだよね、3番さんは。うん、狼でも言える進行論だよねっていうのは、それは何にでも値するんじゃないって思ったけどね。うん、だから普通に 3,4 怪しく見てるけどね、俺は。まあそれは俺に対しての言及の精査が間違ってるっていうところで怪しく見てるっていうところかな。うん、俺の白っていうのはもうすでに証明できると思ってるから、カレード使用していてね。うん、ここはねっていうところでミスリードしてるかなと思った、まあまあ、うん、1番さんは別に俺白いかなって思ったけどな。うん、7、8に関して8番さんが強靭だった場合って7番さんに白打たないと思うんだよね、普通に考えて。8番さんって、7番さんに白打つことで、狼を囲える可能性も減るし、グレーの位置が広くなっちゃうんだよなと思ったけどな。だから俺4狼の8、7でいくと8、芯、7、強で見てるかな、今のところ。占い師の精査はそんな感じで、俺囲いもワンチャンあるんじゃないかなって思ってるぐらいかな、サンバさんに関しては。
でも5番さんの精査っていうのは正直いろんな目線を追っている考察をしていたから、5番さんについては白いかなと思った。考え方は違うかなとは思ったけどね。考え方というか4番さんを芯で見てるっていうところは違うかなと思ったけどね。別にそれが黒要素だっていうわけではないと思ってる。だから俺は今のところは4番さんから行きたいかなって思ってるかな。7番のプレイヤーは発言してください。8を4どうかなっていうふうに感じてる。8は僕に対して白を出した。これでね、場面濁らせるっていう強靭なやり方だと思っている点から、8番さんは強靭、4番さん狼で追っている。4が3に白を打ってたじゃん。別に3番さんからそこまで黒要素っていうのは拾い取れなかった盤面で、5番さんっていうのは4番さんが圧倒的芯って言った、それだけの理由で、4番さんの構図全く伸びてもない感じなのに5番さんって4番さんが芯だと思うんだ。そこがめっちゃ気になっている、4号ロローナじゃないかなっていうふうに感じ取れている今のところ。1番さん、9番さんか、9番さんに関しては正直色落ちしない、発言的にも全くっていうところ。2番さんに関しては最白かなと思ってるよ。僕目線2番さんの言ってたことっていうのはすげえ白く感じたし、って言ったところが2番さん白いかなと思ってる。3番さんに関してはね、まだわかんないけど3番さん若干白いと思っている。8番のプレイヤーは発言してください。僕目線はもうすっきりしましたね。7強靭の4狼で、相方位置としてふさわしいのはどうなんだろう。囲った、3番さんか、囲いに行って3番さんなのか、それとも、4番さん、奥芯で完全に決めるっていう5番さんなのか、はたまた912の中にいるのかっていうのがわかんない。ただ今日は絶対に4番さんに行ってください。僕の1周目の発言で、セミオープンして3人出たら役開示してくださいっていうのは、何もその何役で強靭が確実に役で出るとは限らないでしょ。狼が出る可能性だってあるじゃないですか。だから3人出たら、役開示してって言っただけで、6番さんがもう狩りと出てるので、この状況になったら話は別です。ハンターはもう、釣られそうになるかならない限りはもうずっと潜伏でいいと僕は思ってます。ちょっと噛んでるわ、舌回んね、ごめんなさい。一生潜伏でもいいと思ってる。で、4番さんって、7、8どっちでもいいとか言ってたでしょ。で、特にグレッグ考察っていうのもあんまりしてなかったしね。だから4番さんの発言に惑わされないようにしてほしいかな、っていうところで、9番さん、色落ちないんだよね。わかんないで終わってるからね。フラットの色落ちなしで終わってるから。2番さん、1、2番さんなんですが、1番さん、正直わかんないな。怪しいと思ってるのが、2番さんはそんなに黒要素拾えてないです。で、4番さん、3番さんが、なんか1、2は白っぽいけどさ、なんかこう、意見は違うけど、とか逃げ切らない感じがちょっとどうなのかなと思ったぐらい。で、5番さんはもう、4番さんを新進行で行くって言ってるところがちょっと怪しいかなと思った。で、今日4番さん釣ってください。9番。のプレイヤーは発言してください。4番さんって新境地じゃないのかな、違うかな。で、2番さんに言いたいのは、3、4の盤面でも狼出てくれる、来れるじゃないですか。だからそこら辺触れなかった。3、4の盤面で8番さん目線って7番さん強靭確定してるわけだけども、3、4になりました、弱色出てきます、ローも出てくるやん。怪しくはないと思った。8番さんのその発言ね、拾うまでもないかなと思ったから拾わんかった。ただ2番さんに指摘されて、ああなるほどねみたいな、すいませんでした、まあ色落ちてないって言われたんだけど、78に関してはあんまりね、そこまで怪しい、私からしたらあんまり怪しい発言なかったなと思って、あのそのね、3章の盤面でローも出てくるやんって、まあ8番さんも言ってくれたけれども、そういうことです。4番さん新境地じゃないの、わざわざ78がじゃあ出てきました、4番さんロー出てくる。で、3番さんに言いたいのは、1番さん2番さん狼要素、狼要素じゃない、狼を見つける視線があった、1、2は7、8を精査していたから、で、1番さんに関しては8番さん芯、2番さんに関しては7番さん芯じゃないの、3番さんに関しては8番さん芯なんでしょ。で、私は狼を見つける発言っていうか、そういうのなんかなかった。で、6番さんに関しては進行論語ってる、狼でも語れる。で、3番さん目線っていうのは、8番さん芯に置いてるんでしょ。そしたら1番さん一番白くなるんじゃない。確かに1番さん2番さんっていう7、8の精査していたかもしれないけれども、3番さん目線ってのは1番さん、2番さんと1番さん比べた時に1番さんの方が白くなるんじゃないと思ったけどね。なんか3番さんっていうのはね、
めちゃめちゃヘッド広げてるなと思ったけどね。ただ3番さんっていうのは4番さんに囲われてるとは思ってない。1番さん2番さん確かにあの占い精査してるからね。うん、なんかでもヘッドばらまきたいんかなと思った。ふーんぐらいかな。正直言って占い師わかんないけどさ、782ロいるんじゃないって思っちゃった。ごめんなさい。1番、はい、まあとりあえず占い師が3人出てきてるんで、今回は占い師3人の中で一番怪しいと思った人に投票するっていうのがまあいいんじゃないかなってもちろん思ってるんで、ちょっと他の人のこともいろいろあの発言聞いてね思うところはあるけど、そこの重点をね絞って言いますけど、784の中でまあ4の発言を聞いて、その後のあの狩人が出てきたりとかいうのを踏まえた上でも、うん、この中だと8を死んで追いたいという気持ちがやっぱり一番強いし、その理由がなぜかというと、8を死んで追いた場合に4の人狼が確定するからね。8が7に白出ししてるってことは、8目線7が狂人確定で4が人狼確定ってわけでしょ。なのでそこを追うためにもこの3人の中で誰に投票したいかって言ったら、今のところは4に入れたいっていうのが、8が死んだった場合に人狼確定するっていう意味でね。他が死んだった場合はさ、人狼確定できないからねっていう気持ちが今はあるけど、この後の4の発言を聞いて最終的に決めます。2番、こうやってねしっかりと要点をね発言してください。はい、もう1番さんの精査がマジで意味わかんないです。お前がわかんないんだけど、どこのシーンがありました。それはお前の意見だろ、ね、8番さん、2番さんはね8番さん支えてます。なぜか1番7番さんを真に見て、8番さんがまあ怪しいって言って8番さん釣りをしてます。5番さんに関しては4番さん真って言って8番さん釣りをしてますよね。ねえ、ってことはさ、2番さんと5番さんってほぼほぼ同じなんじゃないですか。なのになんで俺が白くなって5番さんが黒くなるの意味わかんない。もううるさいな、お前は咳とか鼻すすったり。ねえ、1番さんを8番さんが死んでマジで意味わかんないんだけど、8番さんっつったら確実に人外釣れる。うん、狂人でも人狼でもね。でもって1番さんがそれをやって、何、8番さんを死んで決め打って4番さんを釣り、もうさ781で終わるんじゃないのって思ってるわ。うん、7814で釣っていけば勝てんじゃないかなと思ってるぐらい、うん、勝手にそう思ってるから、お前の意見はそれな。しかも9番さんに関してはさ、3番さんヘイトをねばらまいてるちゃうでしょ、1にしろっつってんだよ。で9番さんが怪しい、ただ狼をねうんちゃらかんちゃら、うん、中で言ったら9番さんと1番さんが怪しくなってくるよねっていう話。でも1番さん2番さん白置きしてんだよ。3番さんはどこにヘイトばらまいてた。9番さん、9番さんが怪しいっていう風に言ってたんだよ。1、2を怪しくは見てないよ。うん、もうどういうことなんこれ、意味わかんない。今回は占い師が3人出てるわけよ。4番さんに関してもそう、7番さんも死んでね、だから誰かを釣ればいい。78で出てきてる場面で7番さん死んって言ってたらさ、4番さんってさ、お前の意見はいいけどさ、ね、4番さんが死んだったらさ、じゃあ誰に投票するんだっていうところ、すっきり言えよお前。そこでさ、7番さんが白いって言った発言に対して結論が出てないんだよ。って言ってんだ、4番さんも信用素ないと思うよ。じゃあ4なんだろ。じゃあ同じじゃんお前。3番のプレイヤーは、お前は見え切らないやつだな。まあそれはそれでいいんだけどね、別に誰に投票するかビシッと言わない。9番さんのベルの2番さんしてくれたんですけど、9番さん納得ですかね。私全然ヘイト向けじゃないですね、ばらまいてないですね、全然。9番さんに対してしか指摘してないですね。6番さんに関しては色落ちしてないって片付けてるんで、1人に関しては占い精査をしているからその位置で白いんじゃないかなって言ったんですよ。どこがヘイトばらまいたんですかね。逆に9番さん、私黒塗りの準備ですかって思いましたね。2番さん白いなと思いながら聞いていたんですが、781つったら終わるんじゃないのか。でも4番さんの2攻めもなんか若干追いつつ発言的に、結局どこ行くんですかね今日478って思いましたね。781で終わると思っているので、78どちらから行くってことですか。8番さん、でも4も怪しいって言ってたんだよな、アホだな。6番さんに関しては狩人さんなんですけど、43ローで見る目線がただの叩き返しでしかないなって思っていて、ちょっと役なのであればしっかりしてほしいですねって思いました。私を黒く見る理由も、6番さんは狼でもいる進行の中色落ちないって言ったところが怪しいんでしょ。4番さんに関しては86ローで追ったところが怪しいんでしょ。ただの叩き返しなのでしっかり役として精査をしてほしいですね。4番さんの色はわからないですけどね。43ローだと思うのであれば4番さんから釣ってもらっていいですけど、全然困らないです。私相方いないんで誰とも、って思ってますね。78精査で言ったら若干2周目7番さんの方が新目上がったかなっていう感じです。4番さんに関しては1回しか発言聞いてないのでわからないんですけど、
まあ、現状4、7、8、僕正直ね、そんなに分かんないんだよ。でも7が真だった場合の4が陣を確定するっていう意味で4を釣りたいって言っただけね。白を打って新芽上げてくる陣外なのかなって一瞬思いました。8からでも全然いいですけど、4、8で考えてます。はい。4番。まあ、3番は割とすっきりしてるよ、ね、言ってることはダラダラしてる。くっそ感情的になるから、はい。これ失礼やったらごめんな。いや、失礼だよ。6番さんに言っとくけど、6、8追うやろ、普通に。7の発言からセミオープン提案してたから、ローめ感じた。だからワンチャン7がローで、6囲えてて、8が7に白打ったって考察出てくるやろ、普通。え、ばっちゃってさ。なんでそこおかしい言われなあかんの。んじゃ俺の目線に立ってや思うから、絶対切れちゃな、強いと思っちゃってお前つるわ。関してもギスギス感じ悪いからお前つる。いやおい、2番さんに対してクソ叩いてないんやけど、2番さんの、うん、白になって2番さん村っぽいなと思って、4とこは振って低いわ、お前ら2も中途半端だし、終わってんねんけど、マジで選ぶってるけど、お前言ってること中途半端分からんの、マジで。ローメっていうのは人狼っぽいってことね。オオカミ目。3番にしても。9番さんなんかさ、3番がヘイトばらまい、ばらまいてへんやん。どの発言聞いたらばらまいてんの。3に関してもさ、真の占いの俺を釣ってもいいで。俺の気持ち考えてる。知らねえよ、そんなの。もうお前の気持ちなんて知らんよ。うっとうしいわ。うっとうしいわじゃねえよ。お前がうっとうしいわ。感じ悪。俺の気持ち考えてるのはちょっと面白かったな。いや、あの7、8番さんに言っとくけど、俺4新進行するなんか一言も言ってないんですけどね、俺。今の状況で言ったら4の発言から別に黒要素拾えてないけど、7番さん8番さんに関しては突っ込むところがあってか、今のところ4が新臭いかなーって言っただけの話なんですけど、2、3に関してはもうムラムラじゃないですかね。俺の気持ち考えてはマジで面白かったね。俺8番から行くよ、今日。8番さんってさ、7強人で4ローなんでしょ。で、4から行くんでしょ。8番さん目線で占いのローラーかける盤面なのであれば、強人から釣りたくないですか、普通。なんで？狼からは何かしらのラインが見える可能性があるけど、強人からは何の、占い、あれ、何やったっけ、ラインの可能性も見えないですよ。もう4番さんも言ってないけど、4番。あの俺パッション考察が好きじゃないけど、4番さんしっくさいと思うけどな。お前のその振ってもおかしいけどさ、笑いのツボもおかしいわ。お前すべてにおいてすのキってないんですけど、ポイントはおかしいんじゃないの。突っ込むところがあったなって言っただけですよ。2番さんの1番さんに対しての突っ込みも俺十分わかるけど、1番さんなんでそんな8を真で置きたいんですか。そっちの方がよくわかるからっつって、いや、それを考えるのがこのゲームなんやけどなって俺普通に思ってたんですよ。普通に思えよ。俺今日一番8が真ないと思ったら8からいきますね。投票を始めてください。まあ読んでいきますわ。初心貫徹、信じてください。別にいいんだよ、私は決して悪人ではありません。何言ってんだよ、あれ今投票したよな。ここの投票結果からもいろいろ見えてくるんだから。4番、ああ読んだ。選ばれました。で、7に1票も入ってないっつうのが1、6、7、8、9、4番。のプレイヤーは発言してください。だから占い師嫌いやねん、鬱陶しいわほんま。占い師が一番嫌いやねん、役職の中で。夜が来ました。何にも落としてないな。目を閉じてください。1、6、7、8、9、こちら側全体が4に入れてて、2345が8に入れてんだよな。2345、まあなんとなくここは結構つながってる感あったもんな。そうなると、まあ、これが真かどうかはさておき、このあとなんだよ大事なのは。2345は8に入れてる。次8でいいんじゃないかな。そうするとまあ次の結果にもよるけどね、次のこの2人の占い先がどう出るかっつうことだな、うん、7が真の場合ここ白でしょ、4が真の場合は3が白、そうするとやっぱ25、うん、で次噛まれるのが誰かっていうのも重要なんだよ。朝が来ました。誰が噛まれるんだ。
昨夜死んだのは6番か。まあ狩人でもこれ6番アーマーじゃなかったんだなってことは、普通に6番真の狩人の可能性高いな。7番のプレイヤーは発言してください。でゴマサラだった理由に関しては、カタクナに4番さんは新進行で行ってた感じがしたから、新切ってないって言っても8から行くって言ったでしょ。まあ3しようか。僕今日なんだろうな、4を新で見るんであればさ、8、7、狼、どっちかが狼になるはずなんじゃないかなと思ってゴマサラを占った。延長やべ、残念だったっていうところかね。延長できかな、ちょっと待って、やば。まあ本来サンバさん占うべきだったのよ。サンバさんから地の要素は感じ取れなかった。4釣りでいいから私、この発言狼でできるかなと思ったんだよね、サンバさんに関してと思ってるから。サンバさんに関しては白いと思ってるんだよね、今のに。これで占い値で僕が怪しいって言われるのは嫌なんだけどさ。何やった、3白置きした時219なんだけど、2番さんから来るやつずっとごめん、感じ取れない。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。3番さん占って3番さん白でした。3番さんの発言の中で、別に読んでもいいよっていう感じ、そこら辺がちょっとどうなのかなと思って3番さん占ってみました。例えば、4番さんが、3番さんに白出してますよね。老老囲いっていうので、最後までそれはないっていうので、3番さん白くされて、もし3番さん黒だったら困るから3番さん占った。で、7番さんの今の考察聞きました?まあ僕もね、2番さんはね、殴られてるけど、そんなに狼要素拾えてない。ここがちょっと狼だったらちょっとやばいかなっていうぐらいなんですが。で、そうだな、7番さん。今日は、強靭確定してる7番さんつってほしいな。で、僕、5番さんから突っ込まれたんだけど、強靭からついたくないって言われたけど、いや、僕は狼からついたいよ。夜の会話とかでなんか作戦とか言われても嫌だし、僕は狼からついたいと思ったから、普通にもう見えてる4番さん釣り押しましたよ。で、今日は絶対に7番さん行ってほしい。かな?で、3番さんも白だったんで。難しいね。4の相方って誰なんだろうね。まあ、9番さんは本当に、まあ、よくわかんない。色が見えない感じ。で、1番さんは僕を信じて置いてくれるのはいいんだけど、周りの人からはそれがわからないから、まあ、1番さん、41だとちょっと成立しにくいかな。ちょっと発言を聞きますね。2番さんは今のところ狼としては見てない。今日7位言ってください。以上。9番のプレイヤーは発言してください。91に相方がいるって、おいおいおい、精査が甘すぎる。で、8番さんに関してはしっかり精査してるかもしれないけれども、ただね、4番さんの遺言はもう真に見れないんだって。だから知らないし嫌いなんだ。もうパッションから占い師引き取ったかと思ってけれども、4番さんのその精査ね、4番さんがじゃ釣られちゃったかもしれないけれども、そこで精査しっかりしてほしかった。そうだから4番さん新切り捨てて、7番さんも新切り捨てて、8番さん新でおこうかなと思った。5番さんの精査おかしくないか。8番さんも言ったけれども、5番さんっていうのは強靭から釣りたいでしょって、8番さん目線。5番さんが言ったのは、8番さん目線は7番さん強靭なんだから、7番さんから釣りたくないって言ったの。いや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 、ありえないでしょ。ありえない。狼から釣りたいでしょ、5番さん。狼のラインを見たいって5番さんは言ったけれども、ありえない。このゲームだって狼釣るんだもん。狼取っといてどうすんの?ライン見たいから。ラインなんか出すわけないじゃん。5番さん。おかしない?ってことで私8番さん真に見ようかなと思うているよ。で、3番さんに関しては申し訳ない。3番さんにヘイトばらまきましてる、ばら、ちらまきましてるみたいに言ったけど、ごめんなさい。私に関しては狼を見つける姿勢がない。6番さんに関しては狼でも言える発言って言って、狼言うから、3番さんワンチャンあるんじゃねえと思ったけれども、8番さん私今真に見てるから、3番さんは白。で、1、2、5にいるけど、私5番さん黒硬いなと思ってるよ。このゲームでね、狂人から釣りたい。いや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 、狼さんから釣りたいよ。と思ったけどね、そこの5番さんの黒要素かな。1番さん、2番さんに関してね、ごめんなさい。あんまり発言聞いてなかった。ただ、4、7の芯は切り捨てて8番さん芯で見ようと思っています。以上。
1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言してください、うん、じゃあ整理しますね。今回は7か8どっちかに入れるっていうことでいいのかな。で、5が黒いよって言ってるってことは7も黒いって同じように言ってることだよね。7か5に白出ししてるわけだからね。うん、そこは一応整理した上で、まあ今回投票、前回の投票先が半分にパックリ割れたわけじゃん。6、7、8、9、1が4に投票したよね。で、こっち側の2、3、4、5が8に投票したってことだから、うん、なんとなく僕の中では3はもう白で、もう2人から白出しされてるんで白確定として考えていいので、みんな2番に何も言ってないけど、2番に言ってることって結構あっちこっちしてるというか、僕の中ではそんなにピンときてない。さっき7、8、1で釣れば終わるんじゃないかなって言いながらも、4もちょっと怪しいなって言ったり、それじゃあ矛盾してるじゃんってことにもなるし、2の言ってることが正直言うと一番よく分かってない。なので、この中で隠れてるとしたら、僕は2が一番人狼なんじゃないかなと思ってる。まあ確かに5も怪しいから、それに合わせて7の信用度もちょっと落ちてるわけだけど、今回でも8も別に釣ってもいいと思ってる。7は別に8目線でも強靭なわけだから、人狼は7を釣ったところで減らないわけだから、8を釣ってもいいかなと。7か8で迷って今、この後のまあ2、3、5の意見を聞きつつ、なんとなく6は真の狩人だったっていうことも、考えるべきところだよね。なんかアーマーか何かかなとも思ってたけど、結局6が真の狩人で、そこを神に言ってる狼っていうことだからね、うん、そのあたりも踏まえた上でもう一人の隠れてる狼を探していこうと思ってます。あ、いいんだよこれで。2番、ここはちょっとぼかした方がいい場所なんだって。7か8どっちに投票するからね。はい、まあ、1番さんか9番さんかどっちかにさ村人いるんだったらさ、マジでもうちょっとよく考えてくれ。いや、お前なんだわやばいね、本当に。で、1番さんが謎の何、2番の発言が何、うん、あっちゃこっちゃしてる、うん、でもって4番さんが怪しいって言ったことに関して矛盾がある。どこに矛盾があるの？言えっつうのだから。そこを言ったじゃん。その矛盾点を挙げられないんだったら、お前7、8、1で釣れば終わりだよって言ったんだよ。なのになんで4番怪しいんだよ。4番さんに、ね、黒目が、お前頭悪いんか。4番さんが死んだんだったら、7、8、1で終わりだなってお前言ったの忘れたのか。出てない盤面で7番さんが絶対白だ、なんか死んじゃないからって絶対8番さん釣るって発言してるわけでしょ。だったらさ、4番さん目線っていうのは、いや俺死んだけどなって、これ7-2で繋げてんのかなって、で8番さん釣り押そうとしてんのかなってさ、なるんでしょそんなには強く思わなかった、まあ、僕2だと思うんだよな。4番さん一応2番さんのことは、ね、どこにしても相方言ってもらってたからね。ただなんか引っかかるとしたらっていう発言で、いやそこはでも占い師だったら引っかかんねえよなって思ったから言ったんだよ。4、7、8の中に人狼と狂人がいるわけよ、真の占い師以外にね。でもう一人どっかに潜んでるわけ。やばいでしょ人狼。で、一番さんに関しては5枚やし2枚やし、で3は消すでしょ、2でしょ発言をさ精査しようよ。で5は白出しされてんだよな。やばいよ本当に、感覚ずりじゃん。いやお前だろ、お前7、8、1で終わりじゃないの、真の狩人だったんだね。意味わかんないね、それ今必要その精査。7、8の精査もうちょっとした方がいいと思うけどね。お前してねえじゃん。意味がわかんない。それも不当な。お前してなくない？お前7、8の精査一つもしてなくない？マジで。バカじゃないの？釣ります。以上。3番。お前精査してないじゃん。のプレイヤーは発言してください。ただのバカなんだけど、オオカミのパターンだ。4番さんに言った人心ないなって思いましたね。9番さんに関しては4番さんの新規って、8番さん新進行で行くんですか？心なさすぎるでしょう、さすがに。まあ、私も確かに知らないだったら考察残してほしかったけど、知らないだったからこそ、ああやって、なんだろう、結局釣られて、なんで心ないって、ああいうふうになったんじゃないかって思うけどな。誰に言ったって心ないは心ないだろ。お前らが慣れ合ってるからそう思ったんじゃねえのか、ケイワンさん。すごく思いました。お前ら慣れ合ってるから、仲間だから釣りたくないとか、そういう考え方なんじゃねえの。一番さんに関しては昨日までずっと8進8進って言っていたのに関わらず、今日7、8どっちからでもいいよ、8行ってもいいよ。うん、二番さんにヘッド向けるですか。九番さんは5番さん怪しむしても、一番さんが2番さん怪しむしても、私は理解できないんですけどね。うん、5番さんはお前は死んだんだよ、お前のこと死んとして置いてんだぞ。4番さん、オオカミがあれば LINE を見たいから、狂人から釣って4のオオカミ LINE を見たいんじゃないのかっていうのは、普通に別にクロスじゃないと思ったけどな、5番さん。
9番さんに関しては黒塗りが雑なんですよね、私に対しても5番さんに対しても。1番さんに関しては78の精査ブレたなっていう感じです。村マーク外しました。2番さんと5番さんには村マークつけてますけど78連れ切りになっちゃいました。どちらも真にお前2番に村つけんなよ。2番の一番最有力候補で怪しいとこなんだから、あんたは潜伏してるんだから私にしようとしかないでしょ。7番さんに関しては7番さん、私はあなたの8番さんに関しては、じゃあ漏れましたね。8番さん、私は怪しいんで占う理由意味が分かりませんでしたね。私が4番さんから言ってもいいよっていう発言が気になって、どこがクロスなんですか。5番のプレイヤーは発言してください。え、俺が狂人から行きたくないんですかっていうのもおかしいんですか。ちょっと何言ってるか分かんないです。狼さんってじゃあ LINE を切ってくるんか、 LINE をつなげてくるんか、そこで占いに精査に入れてくるんか、占い師として占い、自分が占い師と出てるのであればそこで囲いに来るのか、そういう精査をするのがこのゲームじゃないですか。何言ってるか分かんないです。91番さんに関して4の芯切ってるのであれば今日クレイ詰めしたらよかったんじゃないんですか。91番に狼硬いと思ってますけれども、それって狼自分の首を絞めることになるんですよ。今日1番さんの芯をあなたたちは切ったって言いましたよね。1番さんも、もう1人狼って言ったってことは4狼でも追ってるってことですね、8芯で。じゃあ今日グレ詰めしたらよかったんじゃないですか。今日1番さんたちはその発言もないままで4の芯切ってるって何の説得力もないですよ。俺が4の芯切ってるのであれば今日グレ詰めして7、8どっちでもいいけどですね。でそれで精査間違いなかったらもう勝ちなんですけど、偉そうに言っちゃってよ。もう一人どこだろうな。絶対ローラーなんていう考えじゃないです。占い師の真剣に言ってない。勝ちから釣るわ。おそらくこれ4が真やと思ってるけどね。相変わらずで。8が真だった場合は7は強人なんだよね。強人なら生きててもいいんだよね。別にこれ寄せ拾えないでしょ、全く。で8番さんを殴られたから殴り返し、で91番さんに関しては4番の芯切ってるのであれば今日クレズムですけど、俺は今日8番に入れますよ。8番の芯全く見れないんで、俺現状4が芯で間違いないと思ってます。投票を始めてください。俺はね、なんで8に入れるかって、ね、別にどっちでもいいんだけど、何かの間違い、8が芯だった場合も奈良は人狼じゃないから、これ大事なんだよ。ここで人狼2匹残ってたらもう終わっちゃうからね。そろそろ1,2,3,4,5,6 だろう。8番のプレイヤーが選ばれました、うん、であとはこいつの白先を見て判断するわけよ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、3番さん白なんだけど、4番さんの遺言でなんか占い師嫌いなんだよとかそういう発言しか残してないでしょ。だから LINE 見せたくないんですよ。4番さんっていうのはどこと繋がってるかっていうラインを見せたくないよ。この夜どこ噛まれるか。わかりますかね。うん。で、4番さん狼だから、8の芯を決め打って、4番さん投票っていう発言をした1番さんっていうのは一番繋げにくいところ。だから4、1はないと僕は踏んでいます。うん、いいね。うん、僕噛まれる気がするんだよな。黒要素はそんなに拾えていない。だから、9番さんか5番さんになる。ただ殴り返しじゃないですよ、僕は。普通に狼釣りたいでしょ。狂人を残し、いや、狂人先に釣って、どうすんのって、夜の会話でさ、なんかこう、作戦立てられたりとかするの嫌じゃないですか。だから、4番さん釣りを押したんですけど、狼見えてるし、7番さん狂人だから。うん。で、どうせ、僕ね、7番さん狂人で4番さんが狼だからグレー釣ってもいいけど、どうせさ、新芽ないとか言って、占い釣り気になるでしょ。だったら7番さん行ってくれっていう話ね。ほんとはグレー詰めてもよかったよ。もう。っていうかむしろグレー詰めたかったんだけど、どうせ芯決め打ってくれないんでしょ。ここで噛まれなかったら逆に考え変えないといけないところだから。7狂人だから。うん。ここで噛まれたら2が濃厚だな。4番さんとのライン、9番さんとかあるのかな、わかんないけどね。ほとんどの人が私に入れてるでしょ。うん。てか全員か。僕以外全員入れてるから。僕が狼っていう線を追わないでほしいね。夜が来ました。
目を閉じてください。さあここだな。これはハンターは誰かなんだよな。ハンターそろそろ出ていいんじゃねえのこれ。いや9がハンターなんじゃねえ。2が人狼で、僕の感じだとまあどっちかっぽいんだけど、向こうもまああり得るけど、誰が噛まれるかなんだよここで。3じゃないかな噛まれんの。でも3はもう8と4から白出しされてて、白濃厚じゃん。うん、白濃厚だから噛まれて、で7がどこに何を打つかなんだよ。朝が来ました。誰だ ?3 だろ。僕か3。昨夜死んだのは2番か。2番ハンターか。2番3番のプレイヤーは発言してください。あ、三四郎。何で私らなんと意味がわからないんですけど。いや7番だ。オオカミさんの時あります。っていうかもう普通にハンターに黒打てんからじゃないんですか。7番さんって7はちょっと頭おかしいろ。これ三四郎確定で意味がわからないですね。本当に占い師が意味がわからないですね。7、8に関しては本当に。はい、オッケー。3これハンター、ね、9番のハンターか。オッケー、思った通り。めっちゃすっきりするわ。9番さん黒いと思ってた、うん、あとは僕の疑惑を。はい、じゃあすっきりするわ。それだったら1、僕も1だと思ってますけど。81なんじゃないんです。81でも7とりあえず釣っとかないといけないじゃん、ね、5番さん目線もすっきりしてません。5番さんローは追えないんですけど。私は4番さん芯が見えていてすり寄っているように見えなかったんですけど、あんな笑いながら4番さんが打って噛まれても最後に残るから大丈夫なんじゃないの。7、8どっちかの相方だったとして言わないと思うんですけどね。9技のハンターでかいな。うん、今日7行きますよ絶対。7行って最終日か。イチゴだったら完璧1に駆け寄ってますけどね私は。で残しておきますね私の発言聞いとってください皆さん。私が明日生き残ってたら1に行きますよ、うん、って言って私が構えた時の考察とかもしてくださいね。私がもし死んでいたら今日7に行きます。7に、うん、まあ僕の中では5だ、はい、5しかないんだよね。まあ、でも7で終わる可能性もあるんじゃないの。これ多分やけど71ローローでしょ。7がローで91でどっちか見てて俺占ってるでしょ昨日の段階で。これって91でどっちか占って91、だから1が狼で9、7番見えてて、じゃあ1に白出した場合って3に次黒塗りしないとダメになるじゃないですか。無理でしょ。ワンチャン71ローローか、まあ、7今日どうなんやろな。7今日よりも6歳かなと思うけど、3占いなんかまずありえないでしょ普通に考えて。3番から黒要素なんか全く拾えてないし、奥に探す気持ちがないっていうところで、91ででも占ってしまうと結果が見えてしまうから、7番の破綻が見えてしまうから、ワンチャンね。9がスムラやった可能性を除き破綻になるから、ほぼほぼの3から全く黒要素が拾えてないことから。やっぱり昨日おかしいからね、8も。8が自分が死んだのであれば、8から8が死んで、7が狂人なのであれば、昨日の段階でグレーっつって占って、で 9番さんも安泰からあれやけど、9番さんも4でロー連れてるっていう計算ってことは、ほぼ8死んで、まあ、キューバさんも言ってたから8死んで7強で見てるんだったら、まあ、昨日レーズメしてたらよかっただけの話。違います、これ言ってること間違ってないと思うんで。まあ1でしょうね。3番から全くの黒要素が拾えてないから、初日からずっと4死んで8強なんかな、7が強なんかどっちか分からんけど、まあ7、1追求で終わりですよ。3から黒要素全く拾えてないから。じゃあ7番のプレイヤーは発言してください。たまたまだった理由はさ、
4が3に白打ってるから、まあなくはないじゃん。さんまさん白く見えるけど、ここささんまさんがさ8も3に白打ってるから、僕が3に色見れたらさ、黒でも白でもさ、よくねって思ってさ、さんまさん占ったら白だったんだけど、隠し白だから別によくないと思ってる。その占い値がどうのこうので黒く見えるっていうのはよくわかんないけど、まあ僕目線1黒でも終わりなんだけどさ、はい、まあ朝一行ってください。もうそれしか言うことがない、うん、かな。以上。9番のプレイヤーは発言してください。2番さんとさ、3番さんとさ、5番さんにめちゃくちゃめっちゃくちゃ叩かれてんねんで5番さんに関してはさ、新規メッタがさ強いって言うけれども、うん、2番さんも3番さんもどこ死んでおいてるの？じゃあ言ってよ。正直言って昨日8番さんに入れた理由なんてない、ない、ぶっちゃけ。2番さん、3番さん、5番についてこう。じゃあ1番さんのクリオスどこって、1番さん何言ってるかようわからん。ただ8番さんは新、新、新。でも5番さんもそうじゃない。5番さんに関しても4番さん、新、新。それで2番さん、3番さんっていうの4番さん、新で見てて5番さん白くなるの？そうさ、言ってほしかった3番さんもめちゃくちゃどころかもう隠しろやん。だから3番さんどこで新見てんのよ。じゃあ2番さんにもポンコツみたいなバカ野郎とか、バカ野郎とか言ってないけれども、めちゃくちゃ叩くやん。8番さんの芯は絶対にない。じゃあ8番さんね、確かに昨日釣ったかもしれないけど、じゃあ2番さんに関しては4番さん芯で見てたの？わからんって、4番さんの鼻発言ってさ、で3番さんにはさ、心ないって言われたけれどもさ、4番さんの鼻発言で芯を得ないって。確かにさ、芯占い師でさ、嫌だったかもしれないけど、だったらさ、グレー精査もうちょっとしてよ。ちゃうん。だから一番さ、精査がまだ、8番さんが一番伸びてたから、8番さん芯に置こうと思っただけやねん。なんやねん。なんやねん。で、5番さんに関しては8番さん、7番さん、どっちが強かろうか分かっていないけれども、4番さん芯に置いてね。7、1釣り切って終わり。3番さん、3番さん、もう。もううるせえな、お前。どこで芯置いてんの？まあ、4番さん芯だったんこれ。7番さん芯に置けないからね、正直言ってね。ごめんなちゃい、ポンコツで。てか、この村にいるとハンターか狩人にしかならんのやけど。やめてや。やめてや。1番はい、のプレイヤーが発言してください。まあ、3番さんに信じてもらうしかないから、3番さんに向けて主に言うけど、3人の占い師が出てきて全員からね、白出しされてる3番さん。でも最初に言ってたように、やっぱり7番の人が3番を占う意味ってないでしょ？他を占っとけば黒が出るかもしれないのにさ。だからやっぱ7番が人狼だと置くと8番は強人で確定するわけよ。だって8番もそうするとやっぱ4が真なんだよね。そこまで分かった上で、まあ今日は7を釣るんだけど、やっぱり5なんだよな、怪しいのは。4の変なカミングアウトの後にそれに対して謎の笑いを入れたりとか、まあ今にして思えば怪しいところがいっぱいある。あともう一つ言っておくと、もしもね、僕が人狼だったなら、そのミーさんがハンターで出たタイミングで自分もハンターで対抗で出たりとか考えたと思う。でもただの村人だから何もできませんでした。その占い先の怪しさとか考えて、今日は7で次5をちょっと睨んでみてほしい。これでいいよ。投票を始めてください。これで大丈夫だ。ありえん。この人には伝わるあれレベルだから大丈夫大丈夫。絶対3人は今伝わってるよ。7番のプレイヤーが選ばれました、うん、終わりかもよ。これで終わりじゃなければ5だからね。7番のプレイヤーは発言してください。別にだって3番さんが黒でも白でもよくない。僕目線3黒出たらラッキーじゃんって思うんだけど、別にそれでさ黒予想になるの。一番さ言っとくけど、5番は黒を見てほしいって、いやあなた目線5黒じゃないのってのもおかしな発言じゃないの。村目線誰も拾わないの。5で確定も、はい、じゃあ僕が偽要素があるとしたらどこに偽要素があったんですかっていうところ、はい、言っときます。はい、で一番さん言ってたけど、5番さんがどの頃でねって言ってたけど、4番さんシーンって言ってなかった。5番さんってってのはだから僕は5番さんを2日目で、占ったっていいよ。ここ囲って、ここ囲ってるから逆に怪しいんだって。これ5を囲ってるわけじゃん今。これでも1が村人だと思うんですかってところ、明日絶対一番最低ください。だからこの7が人狼だったらやっぱ5が人狼なんだ。夜が来ました。目を閉じてください。
これ多分3番噛まれんじゃないかな。でも多分なんとなくだけど僕3番に伝わってる気がするんだよね、うん、僕噛むは噛、ま、絶対噛まれないから今回だって5が人狼なんだから。あとは3番が5にあの意識を変えればいい。多分さっきので伝わってるはず。3が噛まれたら9だけど9でも大丈夫でしょ。まあ見とけ見とけ。僕は絶対噛まれないからね。噛まれたらむしろ絶対5だってなっちゃうし。あ、そっか3が噛まれんのか。いやでも今3残したいと思うよ。だって5がさあ、でも9噛んだらもしかしたら自分に打たれるかもしれないっていうのがあるから、これ迷ってるな多分。朝が来ました。3噛まれんのかな。やっぱでも仕方なく。昨夜死んだのは3番。よし勝ったなこれ。5番。多分大丈夫だ。のプレイヤーは発言してください。順番的にももう俺からやから、もう先に全部言いたいこと言う。一番さん何言ってるんですか。4番を真に見てた俺が臭いんです言ってる意味が全くわからないんです。7番からの、うん、9を選択すればこっち。真を取れました。3占いなんかありえないでしょ。8番からも取れました。8自分が真で分かってるのであれば、91に関しては8を真に見てましたよね。ということは8番が真を取れる可能性がまだあったわけです。それならばグレー提案してた。グレー提案してたのであれば俺は8真もあり得てました。8番目線で7番が強靭なのであれば、先にグレー詰めて7つってそこで、うん、そう8、7がやっぱ絶対噛めないから人狼なんかなってなると、グレー詰めてグレー詰めて7つってで占いをした方が8番まあ大丈夫。9説得するから占い師のあれば。だから8の芯もない。だから4が芯で、初日の段階から7、8番さんに対しての裏から言いました。俺一切4を新進行すると1周目の段階で言ってないにもかかわらず、7、8番さんって5番さんは4新進行するんですね。1周目の段階ではいや7、8番さんに関してはそんな別に俺新進行してないんだけど、4番さんの方が7、8番さんより突っ込むところが少ないと4番さんの方が審査員かなぐらいにとどめてたにもかかわらず、7、8番さんに関しては過剰に反応した。8番さんグレー精査しない。7番さんに関しては対抗が出てきたら睡眠オープンして対抗から取ってくれ。それも先ほど取った応用。7番さんが死んだのであれば違うところ釣ってから8釣ったらグレー狭まります。だから新要素が取れない。真の動きじゃないから。わかりますか言ってるように。9番さん、9番さんが俺のこと来ると思ってるも勝てへんけど1番さん、じゃあ俺が4番を死んで見てて黒要素って何ですか教えてください。9番のプレイヤーは発言してください。2番さんがね、結果発表の時に怒る。お前はほんまにポンコツやって、ほんまにポンコツやって。たださ、なんだろう、別に黒塗りじゃないんだけどさ、そのさ 3CO の盤面でなんかみんなに言いたい。5番さん1番さんだけじゃなくてみんなに言いたいのは、まあ、これ後でいいんだろうけど、でなんで3周の盤面で強靭から行きたいって5番さんが言ったのか分かんなくて、3番さんにはそれ雑塗りすぎって言われたんだけど、それを黒いって言っちゃいけないんだね。普通に考えたらさ、強靭、分からん、もうほんま分からんわ、もう人狼説やめた方がいいんちゃうかって、もうめっちゃ言われそう。ふざけんな、亀しまうし、もう。でこれ4番さん死んだったん？ごめんなさい、ほんまに心ないって言われてさ、もうほんまで、3番さんが言ってたやん。3番さんが噛まれたら、1番さん死んでねって。もうそれ組むからね。2番さん、3番さんの言う通り従うからね。2番さん、3番さんも4番さん、新進行で言ってね。もう私は自分の考察、うんぬん関係だし、5番さんにはいらない。もう1番ちゃんに入れる。ああ、つまらんだ。これも嫌やな、ほんまに。考察で頑張って落としてねって言われてもさ、もう2番さん、3番さん、5番さんにさ、あなた大丈夫って言われてもさ、メンタル崩壊した。分かったよ。3番さん、3番さんの言うこと聞いて1番さん行くわ。とか言ってるとさ、なんかさ、ごめんなさい。これは3番さんの、ってか誰のせいでもないんだけど、もう3番さん噛まれた時点で1番さん行くわ。で、逆に理論で5番さんがじゃあ狼じゃないの。もうやめよ。もうやめよ。もう
私が黒いと思ったらさ、2番さん3番さんにクソ叩かれんだもん。もうそれの逆理論でいくわ。じゃあ逆ね、5番さん真っ白くて19876で入れてんだもんね。分かったよ、もう分かった。1番、いやー、これできれば勝ちたいんですよ。9番さん、すみません、どう言ったら伝わるんかな。確かにあなたの言ってる通りなんですよ。5番さんがその狂人と人道だったら狂人から先に行きたいとも言ってましたよね。あと最後の7番さんの、終わりがけの発言も聞いてください。僕のことをすごく人道塗りしてたわけじゃないですか、うん、そういうのも全部踏まえた上でもう一度ちょっと冷静になって考えてほしいんで、ここはちょっと時間を取って考える時間を取ります。このままで負けるし、負けたくないんで。確かに僕も2番さんのことをちょっと叩いちゃって、それが2番さん噛まれたから確実に村人なんで申し訳なかったなって後から思ってますけど、それも込みでね、ちょっとここを冷静になる時間を取るためにもう少し考えてほしい。その僕もね、その4が死んだっていうのをあんまりまだ分かってないんですよ。でもそうすると4が死んだったとしたら、7が人狼だったら、8が狂人で4が神っていうことですよね。ってことは7が人道だったというふうに見るんだったら、さっきの最後の発言が明らかにもう僕を釣ろうとしてたわけだし、うん、で今度は神崎も3番に行ったわけじゃないですか。あなたの意見に託すためにね、ハンターの真のハンターのあなたに、ここまでの条件が揃っていて、それでも僕に行かれちゃうんだったら、まあ日頃の行いが悪かったなと、今までやってきたね、僕の印象が悪かったんだなと思うんですけど、できれば勝ちたい。なんとかお願いします。5に投票お願いします。投票を始めてください。ありえん。ほらじゃないべ。いや、大丈夫だよ。こういうのに動くタイプなんだよ。いや、絶対勝つ。絶対5に言ってくれるよ。5だろ？頼むぞ。なんで放棄すんだよ。1番のプレイヤーは発言してください。これ放棄ってどうなるんでしたっけ？このまま結局負けなんじゃないの？放棄だと。もう一回喋れってことか。わかりました。もう一回じゃあ喋らせていただきます。もう僕はもう心に訴えかけるしかないんですよ。そんなにまあ皆さんよりも考察とかはできてないかもしれないけど、でもやっぱり4が真と見た時には7が人道で確定するわけなんですよね。その人道がずっと初めの日からの動きを見てください。僕はずっと8が真なんじゃないかって思ったりもしてたじゃないですか。そういうのもあって、やっぱ噛む位置とかも考えても生き残されるのも仕方ないっていうのもあるし、うん、もうこれ以上言えないかもな。結局このあと5の人が後でうまいこと言うかもしれないけど、とにかく僕は信じてくれとしか言えないね。うん、とにかく9番さん信じて、最後に一つそれだけしか言えない。頼む、勝ちたい。5番のプレイヤーは発言してください。聞きたいねんけど、なんで俺の黒要素を拾わずにずっと7、8、4番さんの精査をしてんの。4シーンね、どう考えても初日からずっと言うけど、1番さん初日2日目ぐらいまでから、あ、初日に関しては8シーンでも2日目になってから8つってもいい、で3日目になってから4シーンでもいい。意味がわからないんですけど、切り方が下手くそすぎるでしょうと思うんやけどな。で多分ごめん、今多分言うと思うんだけど、4シーンの7強の8黒やと思う。あ、それないわ。7が黒で8が強じゃなくて、4真の7が強の、じゃあ4真の7が強の8が黒。それないわ。7番っていうのはどこにハンターがおるかわからんちゅうけど、3にまずこれまあ作らないって考えて強人として、3にし俺に白打って、3に白打った段階で9打ちにハンターいた時点で50人様はい終わりやから。1万3 1万3、あのキューバさん、これ次投票するんやったら負けやからちゃんと投票してね。で1番さん自分で言ってたけど、3番を噛んだことが俺の黒要素、全く意味がわからないんですけど、3番さんは俺を白と置いて1黒で言ってるんですよ。何言ってるか、あの初日から1番さん言ってることがマジでわからない。8番を落としてるから7強の4黒が確定する。お前ら仲間なんだよ。
いやもう9は考えてないんだよ、知ってるよ。関係だから心に訴えかける作戦しかないんだよ、この場合、うん、見えてるからでしょ、もう。なんでわかるんですか、4が真やった場合、7、8どっちがどっちかなんか普通に感じて、考察のうちでこっちがこうかなとかわかるけど、それが確定するの意味が全くわからないんですけど、なんでわかるんですか、見えてるからでしょ。これでここ行くんだよな。でもこれ絶対行ってくれるよな。僕は9番の心に訴えてると思ったらぜ、頼むぞお前。今結構悩んでると思うけどさ、いや大丈夫だろこれ、僕は信じてるぜ。5だろ、頼むぞお前。1番、あーバカ、選ばれバカ。ゲーム終了、人狼の勝ちです。何やってんだよおい、最後までこんだけ言って心にこもってんのに、心に込めてやったのに外すなよ、ほんとどうなってんだよ。なあ、一番さんは黒ではないよな。いやでも Q に伝えなきゃしょうがないもん、どうしようもねえよこれ、 Q を信じんの。いや違う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 、一番さん、ちょ切って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 、一番さんは別に黒くなかったんだけど何言ってるか分かんなくて、私目線は5番さんめっちゃ黒かったの。ただ2345で投票さ割れてるじゃん、67891で頭悪いやつかと思って5番さん死んで置いたけれども、ね、2番じゃ5番さん黒くないの、これ私おかしいのかな。で一番さんってのは黒くなかった、何言ってるか分かんなかった。ただじゃあ黒くなかったなら5へ行けよ。あでもまあ何を言ってもあなたが先犯というか、あなたが最後の判断下したんで、あなたは反省してくださいね。まあ僕もねこう悪かったかもしれないけどね、白くなかったなら相手と入れればいいじゃん。あ一ついい、一ついい、考察で一つ落としてほしかったのは、 5番さんが初週からなんで俺を若干死んで見始めたのか、それは7がローで8が強で7に白打って8の強が透けてるからっていう考察入れてほしかったな。俺ゴーグラナットって俺生きとったら、だから俺を残してたら勝てたかもね。そうだから4をさ残しとかないといけない盤面でさ、もう4に入れてるのがおかしいんだって。最初ね俺ね4絶対釣られないと思ったので、俺4番さん投票したらね意外と票集まってね、あ、釣られちゃった。申し訳ねえって思った。ありえねえんだけど、マジで。あの盤面で4に入れてるのおかしいって。8の8が聞いてて分かんないの。8を死んで見てるのおかしいからね。で、俺の考察思い出してほしいんけど、7番さんってセミオープン提案してるから、ローメが高い。だから、王冠マークつけてた。その通りやったわ、やっぱ。俺ね、狩人使用してたからさ、ワンチャン7、8に噛まれないように4番さん釣り寄せば噛まれないかなとか、ちょっと思ったりはしてたんだよ。俺1の決戦投票になった時のあの反応白すぎ、マジで白すぎた。一番もうもちろん出るけど、まあ、僕一応こいつらの語りも残して録画しといてやりたいからいるだけだよ。となるとオッケー、もう終わりにするわ。結局ね Q がもう絶対にこっちに来なかった、こっちを裏切ってるから。そうマジでさありえない。もうあそこで4つってる、どこがさ8が白く見えてるのかさ、マジで理由言えっつうのって話なんだけど、結局あれ結果どうだった。白なの7と7に至っても7と5だったんだろ。8に至ってもさ、あの7に入れてるし、いやもうグレーやん絶対。狩人にとっては意味ないのに、なんでグレーからいかへんの、うん、そこなんで偽で見てくれへんのやろみんなってずっと思ってた。よし、いや僕が適度に黒くなろうと思って、まあ適当な発言をしてました。これが強人だろ。まあお何ご主人に釣られるよりかは僕釣られた方がいいからね、うん、適当に発言してました。適度に黒くなったと思う。いやでも Q がそのジャッジメントを握る時点でもうダメだろ。3人以上に言われてたからもう腹立ちすぎてさ、感情的になった。マジでごめんなさい。いや俺別に4番さん叩いてないけどね、4番探しになったらそういう目線でもあってもいいんじゃないかなっていう話やね。じゃあ出るとそろそろいいか。こう片白のリーちゃんにもなんか釣っていいですよって言われたからショックやった。だって43号で見られるんじゃん。クソショックやった。よし、いや先犯じゃないでしょ、先犯9でしょ。僕は生かされただけで、9が結局あれジャッジを下して僕を信じてみない限りは絶対勝てなかったんだから。9ハンターだから、なんつっても
ハンターだから生かされてて、言ってること意味わかんねえな、お前だろって言いたいけどね。まああそこで強くそういうふうに、あの、なんつうの、ヘイトを向けても絶対釣られちゃうから、あそこはもう頭の悪いやつには泣き落とし作戦しかないんだよ、理解できないやつには。だけど結局あいつらはもういつもやってるやつらだから、どうしてもあっちの方信じちゃうんだろ。しょうもねえな、うん、それはね、一元さんの僕の方が不利なんだよ、もう最初からよ。いや勝ちたかったけど、あいつをどう説得していいかもわからんし、なんか決定的なあった、そういう詰めるところって。後から見ればもしかしたら思いつくかもしれんけど、決定的に詰められてあいつを納得できるような、あの、考察みたいのも特にないんだよ、僕にとっては。でも奈々がその人狼だった時の言ったじゃん、一応最後に絶対に僕にすごく向けてきたのは、絶対 LINE とかじゃないじゃん、あれどう見ても。クソだな、ほんとあれは。でもどうしようもないよな、9から締めればいつもやってるあいつの方を信じちゃうのはなんとなくわかるんだよ、初めて会った僕よりも。しかも僕ちょっと9にさ、あの、ヘイト向けてたし最初、あと前回の試合でもちょっと言ってたしそういう思い出が。でも向こうも前回ひどいよな、暴言とか言ってよ、ね、あれどうしようもなかったんだって。最後は他なんかあったら教えてくれよ、あいつを説得できないといけないんだよ、しかもあのクソ女を。その時点でもう嫌なのにさ、なんであいつをあのクソ女説得しなきゃいけねえんだよ、こっちからしても。これが人狼なんだよ、これが人狼殺なんだよ。でもまあ最後まで生きたらだけいいじゃん、頑張ったらろ最後。